はい、どうもこんにちは。はい、このチャンネルは、兵藤鉄人の一人遊びのチャンネルの、芸人の兵働鉄人です。よろしくお願いします。<ー>はい、え、私、松山商業で、え、野球やっていた後、その後、社会人の常石というところでね、え、野球やっていた、そんな私、芸人がですね、え、高校野球の地方大会や、え、甲子園の結界を想をしていくチャンネルとなります。高校野球が大好きな方、野球が大好きな方は、ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いします。 さあ、ということで、本日はですね、えー、皆さん、えー、まだ、夏の甲子園、終わりましたが、高校生の夏はまだ終わってないんですよ。ここからなんですよ。日本一長い夏は、仙台育英じゃないんですよ。皆さん。えー、僕はね、高校の時に松山商業で、1年生の時には公式をやっていたんですが、まあ、いろいろありまして、2年から軟式野球に移って、 で、軟式野球が終わった後、えー、社会人で公式に行ったんですよ。まあ、プロから4球団ぐらいスカウトの方が来てくださって、まあ、その後、えー、社会人でやるっていうことやったんですけど、実は、現在、今日からですね、全国高等学校軟式野球選手権が行われておりますはい、ちょっとこのチャンネルでも、ちょっと軟式野球の高校野球について、あまり触れている YouTuber さんもいないので、 えー、やっぱり軟式野球やっていた人間だからこそ、えー、この軟式野球、全国の軟式野球が、実は夏の甲子園よりも、日本一長い夏を味わうことができるんだよっていうことがね、えー、ちょっとでもしてほしいなと思って今回動画にしました。はい。で、今日から早速、えー、明石球場と姫路球場で行われています。昔はね、僕らが現役の時は、えー、姫路球場ではなく、 赤石球場と高砂球場っていう兵庫県の球場でやっていたんですが、えー、赤球場と姫路球場らしいですね。で、え僕が高校の時は、えー、作新学院、えー、それから中京高校、えー、それから僕の母校である松山商業、えー、やっぱりこの辺が非常に強くてですね、他にも、えー、PL 学園さんであったり、仙台育英さんであったり、あとは日大二校であったり、軟式で有名なつくみ高校とかであったり、 あとは広島の広陵高校とか。ね。あの、公式野球の名門チームで結構あの、軟式が強いところは非常に多くてですね。はい。一応今大会を見てると、えー、やっぱり全国的に有名なところで言ったら、ね、まず倉敷工業。えー、それから仙台北上。えー、それからつくみ高校。それから作新学院。えー、それから報徳学園。えー、それから鹿児島実業。えー、それから松山商業。 え、それから、上田西。え、それから、中京高校。それから、比叡山と。まあ、あの、後期支援でもよく聞くような名前のチームもありますね。ちなみに、今、えっと、公式野球の上田西高校非常に強いんですが、上田西高校の軟式野球の監督さんから公式に行かれたんですよね。はい。で、まあ、あの、皆さんにお伝えしておきたいのが、よくね、軟式野球はレベルが低いじゃんと、え、う人が多いんですが、じゃあ、僕は公式も軟式も両方経験しました。で、 あの、じゃあ、どっちが、えー、レベルが高いのかっていう話になると、えー、もちろん、えー、ピッチャー陣はもうほぼレベルは一緒だと思います。やっぱ公式の方がレベルが高くは感じますが、えー、軟式野球の全国大会レベルになると、えー、ほぼほぼ1対0です。ほぼほぼ、もう、準準決勝からは全部1対0。僕が高校軟式の時でも、えー、ベスト4、作新学院対、岡、えー、山県の、えー、高橋、城南高橋だったかな、っていう高校が1対0。 で、僕らと、えー、中京高校は1対0、準決勝。そして全国大会の決勝、作新学院対中京も1対0っていう、もう、ほぼ点が入らない。で、じゃあこれ何がすごいかというと、一つのエラー、一つのフォアボールで全部流れが変わるんですよ。そう。で、やっぱり軟式野球のレベルが高いところは、まず守備力。この守備力はめちゃくちゃもう公式劣らないぐらいのレベルが高いです。 本当に全部ノーエラーでいきますので、エラー一個したら負けみたいなとこなんですよ。今年の甲子園とか去年も見てても、エラーって結構するじゃないですか。軟式はエラーがないんですよ。で、プラス、公式野球よりも跳ねます。跳ねるんで、バウンドが変わりやすい。そして、打った時にボールが潰れるので、回転がかかるので、えー、公式よりも正直難しいです。なんで僕は、公式野球よりも軟式の方が守備はレベルが高いと、えー、非常に思っております。えー、それからバッティング。 バッティングに関しても、ええー、まあ、公式野球はね、結構ピッチャーのレベルが高いので、打ちづらいももちろんありますけど、あの、やっぱり、あの、線で捉えるよりも、やっぱりこう、点で捉えることもできますし、あの、やっぱり強く上から叩けば、ある程度詰まっても打球飛んでいくんですが、軟式野球の場合は、ボールの芯に当てないとダメ。なおかつ、バットの芯に当てないとダメ。この二つの条件が揃わない限り、ええー、いいヒットは打てません。 えー、ここが非常に難しいんですよね。こう線で捉えないと軟式って飛ばないし、いい打球がいかないんですよ。やっぱり公式みたいに、やっぱりこの多少擦っても、多少詰まっても、じゃあダメで、完全にアジャストしないと、えー、打球が飛ばない、えー、ヒットが生まれないっていう意味では、軟式の方が、やっぱり細かい野球をしているかなと僕は思いますので、えー、もしこの動画を見ている人、まだ軟式野球高校のあんまり知らないなって、 っていう方がいたら、えー、ぜひ、高校の軟式野球にもちょっと目を向けてほしいなと、思います。はい、非常にレベルは高いと思いますし、僕が高校の時のね、軟式野球の中京高校の伊藤くん、ね、元気してるかな、彼ね。中京高校の伊藤くん、マックス145ぐらい投げて、146とか出てたんじゃないかな。で、彼は確かその後、東海大学の公式に行ったのかな ?148 ぐらい投げてたって言ったんで、あの、軟式でも全然球早いピッチャーいます。 で、僕は高校の時は139ぐらいが、えー、ベストでした。左やったんですけどね。あのー、やっぱり球早いピッチャー、普通140超えるピッチャー、僕らの時確か8人7人ぐらい全国大会出てたんで、あの140の軟式ってやっぱね、草野球されてる方はわかると思うんですけど、レベル高いんですよ。で、今の軟式の草野球ってビヨンドになったじゃないですか。だから打てるんですけど、軟式の高校野球って金属なんですよ。ビヨンド禁止なんで。 軟式の145位を金属で打つってめちゃくちゃ難しいんで、あの、そういった面でも、えー、皆さんにこの軟式野球、えー、の高校野球っていうのをぜひ、えー、知ってほしいなと思います。軟式野球のもほぼ絶対王者。去年のチャンピオンも作新学院。僕らの時はやっぱり作新学院と中京。この二つがめちゃめちゃ強いです。で、えー、私の母校松山商業も出ています。 えー、それが25日の12時半から、赤、えー、明石球場で仕上がるみたいなんで、えー、本当は見に行きたかったんですが、えー、ちょっと見に行けないので、えー、遠くから、えー、応援したいなと思います。 ま、なんで、この軟式野球の話も、え、ちょこちょこ試合経過とかの動画を出せたらなと思って、え、ちょっと今回動画にさせていただきました。はい。なんで皆さんね、まあ、軟式野球もね、えー、特にこのチャンネル結構ね、40代、50代の方が多いので、見てる方で、あの、草野球されてる方多いと思います。で、草野球やってたら、軟式野球の難しさって分かってる人非常に多いと思います。その軟式野球の難しさを、高校野球の軟式野球は、 本当にレベルが高い野球でしています。もちろん大学の軟式野球も非常にレベル高いです。だから僕らが、えー、高校の時の軟式のキャッチャー、僕とね、えー、バッテリー組んでたキャッチャーの子も、確か大学で軟式野球やって、全国のなんか選抜メンバーみたいな MVP とか選ばれてましたよね。優秀選手とかに。だからやっぱりあの、高校の軟式野球ってレベル高いんですよ。で、高校で公式野球やってた人間が、大学で公式はやりたくないから軟式やる。 じゃあ、軟式やったら目立てるかなって言ったら、そういう問題ではないんですよ。やっぱり軟式は軟式の野球があるから、高校で軟式野球やってた人間っていうのは、大学でも草野球でもやっぱり軟式野球に慣れてるので、非常にレベルが高い。で、草野球とかでも、甲子園で野球してましたっていう人が、じゃあめちゃめちゃ打てるかっていうと、そういうわけではないんですよね。やっぱり軟式には軟式の対応があるので、 その難式に対応することができた人が活躍できてるかなっていう感じなんで、やっぱりまた、えー、公式とは別の世界かなと思いますので、えー、ぜひ皆さん、えー、今日から全国大会行われています。そして今日は結構ね、明石球場が注目のカードで、作新学院対報徳学園の試合があるみたいなんですよ。これ姫路球場ですね。姫路球場で作新学院対報徳学園の試合。これ非常に楽しみな名門校対決だなと思いますので、えー、そういった意味でもまた、えー、動画にしていけたらなと思います。 はい。すいません。今日はちょっとね、お知らせという感じで、軟式野球もね、えぜひ知ってほしいなと思って今回この動画にしました。はい。ということで、このチャンネルが面白いなと思ってくれた方は、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。最後まで見ていただき、ありがとうございました。それでは